古式メキシコインコは、オウムメインコ科に分類される蝶類。ブラジルコユーアシュブラジルコユーアシュ全長30センチメートル。全身は、緑色の羽毛で覆われる。額は赤、頭頂で覆われる。お葉の色彩は、黄緑色。翼仮面にはオレンジがかった、赤予備模様が入る。風切り葉の先端は、脳性色。目の周囲は羽毛がなく、灰色の皮膚が露出する。 交際はクラキカシ食。クチの色彩は、海国色。光子の色彩は灰色。標高2180メートル以下にある常緑樹林、落葉樹林の林園、サバンナ内にある森林などに生息する。10から12羽からなる群れを形成し生活するが、40羽以上に達する大規模な群れを形成することもある。植生は、植物食で果実、種子などを食べる。 繁殖形態は乱生。11から12月に繁殖すると考えられている。オクラやトウモロコシなどを食害する害鳥とみなされることもある。開発や採掘による生息地の破壊、害鳥としての駆除、ペット用の狩猟などにより生息数は激減している。サンタカタリーナ州やリオデジャネイロ州では絶滅した。ありがとうございます。